よろしくお願いしますあ,ちす、ね、あこちら <laughs> ごめんなさい、間違えたはい、ということですね、<laughs> 映画解決ぞろりラララスター誕生の舞台撮影行ってまいります生田さん、よろしくお願いしますしお願いします <laughs> <laughs> そうですね、私結構一人カラオケとか行きますあの、なんか練習しに行くんですけどあの、マイクを持たずに、あの、地声でいつもカラオケしてます <laughs> <laughs> なんか、マイク結構薄いじゃないですか、あので聞こえちゃうのが恥ずかしいので、持たずに、そうそうあとこう、なんかうまく聞こえるから、カラオケのこのマイクって、なんかエコーとかいっぱいかかって、なんかそれで安心しちゃわないように、<laughs> マイクを持たずに1人カラオケしてますでもお風呂に入ると結構、エコーが効いて、安心して歌とか歌えるじゃないですか。そそううなんですよそうそうそれを信じちゃうと なんかできてない自分にがっかりしちゃうので <laughs> すごいで,す、ね、でもあとはもう一緒に1、まあ、人で出てないことが多いので一緒にこう出てる人に助けてもらったりとか,なんかその人のこうパワーをもらってなんかなんととかかやったりとかはしますね今日1人じゃないですか。 そうなんですよ。今日一人なんです <laughs>。でもこういう時はあの本当見てくださってる。皆さんのこう、眼差しとかにすごい助けられてます。そうですよね。みんな生田さんのこと応援してますもんね。うん、お気に入りの歌唱フレーズはありますか？あー。でも私特に好きなのは自信満々よっていう楽曲で。あの。 お気に入りのフレーズ的には自信がないことに自信満々よっていうのが私はすごい好きでなんか自信がないと「ああ自分なんて」とか「あできない」とかってこうどんどんこう縮こまっちゃうような感じがあるけどいやそれに自信満々だっていうふうに言うことができたらなんかもう割り切れるような感じがするしもうんだろうなそういう負のエネルギーを こうプラスに変えられるんだって信じられるっていうことは私も日頃から大事に思ってることなので、うん、そこの歌詞は特にグッときますねありますよねでも私本当にあの腹が減っては戦はできぬ精神であのとにかく食べてれば大丈夫って思って普段生活してるんですよでもそれって本当らしくてあのー こう幸せホルモンって結構腸から作られるって言われてるそうなのでなんかうまくいかない時でも、うん、なんか元気が出ないなという時だけでもあという時でもご飯だけはあったかいもの食べたりちゃんと生野菜食べたりっていうふうにしてればきっといつかまたグッと立ち上がれる日が来るからそういう日を気長にマイペースに待つことも大事かなと私は思います。 緊張してる時ってどうやってこうその緊張を止めるんですか。あもう止まらないからもうあ緊張してるんだってまずもう受け入れて <laughs> ザラリよろしくお願いします。ますあプレゼント。はいプレゼント。ありがとう。危ない危ないごめんね大切なプレゼント。 いただきました生田さん何もらいました<ん>おお、ゾロリそう、ちびゾロリもらいましたそ<ー> <laughs> うですか、じゃあちょっとね、ゾロリお部屋にも飾ってくださいねはい、ありがとうございます、かわいということでね、いいゾロリも今日来てくれてありがとうございます